で、やっぱり体感したんで。いや、でも、日健君、こちら宮城では、あれ、ハレオカップで、本郷、はい、清選手に、だいぶ健闘というか、はい、清選手とも全然バチバチに殴り合って、日健君聞いてね、みたいな感じだったんで。はい、そうですね。まあでも、それに関してはやっぱり階級差がもちろんありますから。あ、なるほどですね。はい。はい。そうですね。パンチ自体は、前回、ハレオカップ出させていただいたとき、はい、パンチ何発かもらいましたけど、やっぱり聞いてはいないんですよね。あ、今回はじゃあ適正体重というか互角ぐらいの体重で戦ったから余計にもう相手のパンチが強いっていう。はい。はい、なんなら、向こうのが体重が2、3キロぐらい多分軽いんで、確か。あ、軽いんですか？はい。軽いです。軽くて、なおかつパワーもスピードもな、もうすべてにおいて、もう格上だったんで。はい、うわー、はい。いやもう本当に、いやもう本当にただただ強くて、いやもう自分も昨日なんていうんですか、その YouTube で日健君の試合気になっても探して見つけたんですね、はい、そして見て、はい、なんなのこれと思いましたもんね。飯田選手ってこの強さ なんなんだっていう。いやもう本当に何ですかね、いやもう化け物ですよね。あ、やっぱり化け物クラスだったんですね。はい。いやもう本当にあれですね、僕があの人にこう太刀打ちできるようになるって言ったら、はい、もう何もかもやめて格闘技にしっかり打ち込んで、はい、うん、それがやっぱ何年後とかの話になると思うんで。あ、それぐらいやらなければ日健君も戦えないっていうことですもんね。そうですね。戦ったとしても勝てないし。はい。はい、もうそれだけ差は全然あります。もう、無理ですね。今の僕じゃ無理です。1年後の僕でも無理です。わあ、日健君にストリームヤードで、この試合始まる前に、はい、はい、まあ、ワンパンマンということで、もうワンパンで勝たして、来るっていう、はい、意気込み聞いてたんで本当に残念というか、うん、いや本当にだからもう今回あんなやられ方して、はい、いやなんかこう僕のことをこうファンになってくれた方やこうね昔から応援してくれてる方、そして今回スポンサーさんもねこうついていただいて。あ、そうなんですか。はい、はい、なんかもういろいろ今まで以上にこう応援があって、はい、立った舞台だったのに、はい、本当何もできずに負けてしまったんで。ああ、これは悔しいですよね、日健君もちろん。いやもう悔しいっすね。なんかもう自分が本当情けなくて。ああ、今あれですよね、はい、試合終わって、まあ、全然開けて、はい、まあ、間もないんで、まだそのメンタル面はちょっとへこんではいますか、やはり日健君。なんか、負けてへこんでるというより、まあ自分の、もう、弱さに、ちょっと本当にびっくりしてしまって。ああ、はい、そこなんですか。なんか、もうなんか、なんですかね、やっぱ僕は今までこう、気持ち、自分は強えって思いながら、気持ちだけで来た人間なんで、はい。それをね、やっぱりこう、ね、本当にちゃんと、経歴のあるというか、しっかり強い人に倒されて、うん、はい。なんか初めてこう、あ、俺ってこんな弱いんだってのをこう身に染みたんで。いや、ただ皆さん、これリスナーの皆さん、相手選手日本ランカーではありますからね、飯田選手。そうですね、元、はい、ボクシングウェルター級日本ランカーで、はい、確か現在、キックの確かヘビー級チャンピオンだったかなんかですね。あ、あら、日健君、それ、相当ですね、相手、やはり。いや、もう、すごいですよ、本当に。はい。いや、もう、そんな人に、はい。まあ、勝とうっていう考えが、まあ、そもそも多分甘いし。あ、ただ、日健君、オーディションで、なんか、日健君、自分行きますみたいなことになりましたよね、確か。そうなんですね。あれ、オーディションも、はい、すごい編集して僕がビビってるみたいになってたんですけど、はい、実際のところ、こう、運営の人が、はい、打撃の選手だったら川島くんっていうのをこう進めたときに、はい、なんか僕がこう、打撃弱い選手なのかなって僕思っちゃって勝手に。あ、はい。で、そっからなんか変な、自分の中のなんかしょうもないプライドというか、はい、それが邪魔して、いや、俺も強いよ、みたいな。
はい。だから、いや、俺のが強いよ、みたいなことを言って、そしたら、はい。飯島選手とやることになって。はい。だから別にね、あそこで飯島選手にビビってたら多分俺も強いよなんて言わないと思うし。あ、いや、そうですよね、確かに。はい。あれ、川島選手が行ったとしても勝てないですか？いや、正直、本当川島くんには申し訳ないんですけど、はい。キックルールだと厳しいと思いますね。けど、キックルールで今出てる選手で勝てる人いないんじゃないかなって。あ、だって、まあ、ヘビー級のチャンピオンですもんね、そして。そうですね、ヘビー級のチャンピオンだし、ね、ボクシングでもランカーの選手だし。あ、だって、日健くんが蹴りじゃなくて、パンチで意識を吹っ飛ばすってことは、はいはい、ハードパンチャーってもう、はい、こっちからするとスーパーハードパンチャーですよね、その方はやはり。いやもうハードパンチャーだし、もうね、だいたいこう階級が重くなっていくとこうスピードが落ちるみたいな感じ したりしますけど、はい。全然速いし。いやもう。そうっすよね。だって速くなかったらあんなに受けないですもんね。本当に全パンチが決まってるっていうか。いやもう本当見事にもうサンドバッグになりました、僕本当。うわ、でも本当になんか、日健くんの応援が、本当にこちらの番組とかでも、日健くんかっこいいとかいろんなコメント入ってて。いや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 。そうなんですよね。熱い応援が。まあ、ただまあ、これからも日健くんはまだまだ若いのであると思うんで。はい。はい。もちろん次につなげていただきたい。まあ、そういう猛者と戦ったっていうのはいい経験にはなりましたよね。そうですね。なんか本当はこう、改めてこう自分の弱さっていうのをちゃんと分かったんで、はい。またこうね、初心に戻って、一から本当にもう基礎からちゃんと修行していきたいなって思ってるんで。あ、であれば、うん、リスナーの皆さん、これは今後が逆に日健くん、また初心に戻って、頑張ったらまだまだ伸びしろがあると思うんで、はい。今後活躍がやっぱり期待されますよね。そうですね、もうしっかり次こそはこうちゃんとワンパンマンってしっかり、ね、みんなに認めてもらえるようにはい、はい、強い選手を倒せるようにね頑張って修行したいと思うんで。そうですね、皆さんぜひ、うん、ワンパン日記になるためにも応援よろしくお願いします、はい、そうですね、よろしくお願いします、ありがとうございます。はい、日記くん、ここで一旦曲の方に入らせていただきますんで、はいはい、また後半でお話しいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい。じゃあ、本日の曲なんですが、福島への、復興の思いってことで、はい、キツネビ、フィーチャリングヘッツ、復興のリアル、お聴きください。指の隙間から漏れたその分まで付けた地に足、春に備え付けたぬか漬け、沈む海の底、風強いと揺れる仮設住宅の屋根、心まで仮設に傾いてしまったら借り上げて貸し出すサイクルの一環、福島第一原発が見えた途端下を向くリーダーがイリーガル、今日本中が口を防護するマスク束縛のフリーダム。キツネビありがとう、走り抜けた10年、明日の風に流され経過した実感、震撼した記憶、走馬灯の様子蘇る記憶、復興のリアル、海の町だったおばちゃん料理感謝いたします、心が満たされありがとう、震災孤児との出会いに驚き、元気そうな姿に涙が出そうになり、胸の痛みを私に話してほしい、恨みそねみいや希望に目が行くように、ある日かつ住宅おじいちゃんと見学、そこにあった光景に絶句、あの時から壊れた時計は止まったまま、東北の極寒に埋もれたまま、記憶のかけらは希望の炎を灯し、点火しテレパシーに乗り、郡山の現場に復興作業に着き、嬉しい思いいよいよ来たと思った、だから東京研修からスイッチが入っていた、お偉いさんの更新なんて眼中になかった、俺が知りたいのは東北の安全だから、何ベクトルなんて出たどうでもよかった、毎日寮で洗う制服の泥が復興の苦労物語、涙が何度も出そうになった挫折はあの時にした、思いが溢れた、だから全力でしか答えれなかった、
あの時の悔しさがあるから今の私がある。背負い込んだ重荷はまだまだ。あの時の悔しさがあるから今の私がある。名取揺り上げと黙祷は続く。あからさまなアラーム、あからさまなフラッシュバック、あれからさまざまな瞬間周到がうなずく。ライブカメラ晴れない霧の中、右往左往する復興の糸口。青春の砂浜を切り刻み、思い出の中で静かに波打ち際。あの日沈んだままの太陽、バイト抜け出し夕焼けで缶コーヒー繁忙期。スーパー大忙しなのにあいつはどこ行った。いや本当にあいつどこ行った。10年経っても冷めないほとぼり、もう缶コーヒー卒業してスタバのホットコーヒー。お互いいい年になってるはずが、わずかに復興に期待した最初の 2、3年。今じゃ復興の意味を再確認する工事やん。昔から分かってたよ、一度壊れたものは二度とは元には戻らないことくらいね。